展開されたスリランカ政府とタミルイララム海峰の虎による内戦スリランカ政府軍が l t t 支配地域を制圧して26年に渡る内戦は終結した。スリランカでは総人口のうち7割を多数派民族であるシンハラ人が2割弱をタミル人が占めておりタミル人は主に島の北部、東部を中心に居住する。両者は 古代より混住してきたが、イギリス植民地時代に、タミル人を徴用する分割統治政策が取られたこと、及び独立後にその反動として、1956年の新原語公用語化をはじめとする新原人優遇政策が取られたことにより、民族間の対立が高まっていた。民族対立が深まる中、1972年には、ベルピライ・プラバカランにより、 武力によって、スリランカからの分離独立を目指すタミルの新しい、虎が結成される。TNT は1975年に、北部ジャフナの市長を暗殺するなど、テロ活動を続け、同年 TNT を母体に、タミルイラム解放の虎が結成された。1983年7月、ジャフナ近郊のティンネウエリーで、LTTE が政府軍を襲撃。 13人が殺害された。これに対して、コロンボでは反タミル人暴動が勃発、シンハラ人によるタミル人への虐殺行為が、市内各地で頻発した。その後、LTTE と治安部隊による虐殺の応酬が続くものの、1985年7月に、インドの仲介により、ブータンの首都ティンプーで和平交渉を開始する。 1987年7月から1990年3月にかけてはインドによる平和維持軍の派遣が行われた。当初インドはヒンドゥー教主体のタミル人と仏教主体のシンハラ人の対立に対して中立的な立場であったが武装解除をめぐり LTTE と対立、抗戦状態となった。1990年6月7日の停戦崩壊から 始まる戦い。和平交渉の失敗により戦闘が再燃した。LTTE は、この間、1991年5月21日には、平和維持軍派遣を決めた、インドの元首相、ラジーブ・ガンディを、1993年5月1日には、スリランカ大統領のラナシンハプレマダーサを暗殺している。1995年1月7日に停戦に合意。 1995年4月19日の停戦崩壊から始まる戦い。この戦いでは LTTE のスティンガーミサイルにより政府軍機が撃墜されるなどした。2001年7月24日にはバンダラナイケ国際空港襲撃事件が発生している。2002年2月22日にノルウェー政府の仲介で無期限停戦に合意。 紹介を行う LTTE の小型定定戦中に6回の和平交渉が行われる。連邦制による和平実現への期待も高まったが合意には至らなかった。この間の2004年3月には LTTE の東部方面司令官であったビニャヤガムーシー・ムラリタランが離脱、カルナ派を立ち上げて政府軍側に着いた。以後は、 LTTE との闘争状態に入る。2004年12月には、スマトラ島沖地震が発生、津波により LTTE 支配地域の北部、東部も含むスリランカ沿岸部に大きな被害を出した。クマーラトゥンガ政権は、LTTE と共同で復興にあたることを提案するも、最高裁判所の意見判決により実現しなかった。2006年7月26日の スリランカ空軍による LTTE キャンプ空爆から始まる戦い。2005年11月にマヒンダ・ラージャパクサが第6代大統領に就任して以後政府と LTTE は低強度の戦争状態と表現される停戦違反が繰り返されるものの戦争状態とも言えない不安定な状態にあった。政権側は当初 LTTE との和平を模索したものの 2006年4月の停戦協議離脱宣言と陸軍司令官サラスフォン世界の自爆テロ並びに7月に東部バッティカロア県北部で農業用水が遮断されたのを機に LTTE 殲滅へと乗り出したアメリカ合衆国から人権侵害を理由に援助を打ち切られたスリランカ政府軍は中華人民共和国やパキスタンから資金面、軍事面で大規模な支援を受け これまでの戦いではほとんど投入されてこなかった海軍、空軍も動員して総力戦を展開。対する LTTE 側も2006年10月のシータイガーによる南部ゴール港襲撃をはじめ2007年3月には首都近郊のカトゥナーやか空軍基地を夜間空襲するなど激しい抵抗を見せるが2007年7月にカルナハと連携した。 政府軍により、経済的な中心地である、東部州が制圧されると、次第に弱体化。11月には、本拠地、キリノッチへの空爆で、LTTE のナンバー2で、政治部門トップであり、和平交渉の窓口でもあったスッパや、パラムタミルセルバンが死亡した。翌2008年1月、スリランカ政府は停戦協定を正式に破棄した。 政府軍はさらに攻勢を強め、2008年8月には、西海岸における、シータイガーの拠点を、攻略。2009年1月2日には、キリノッチを、25日には、最後の都市拠点ム・ライティブを攻略した。政府軍に追われた LTTE は4月に入って、ついにム・ライティブ北部の20平方キロメートルほどの海と、 ラグーンに挟まれた細長い地域に追い詰められることとなった。LTTE 側は防御陣地を構築するとともに20万人ものタミル人避難民を人間の盾としながら同地に立てこもって交戦を続けた。政府軍は4月20日より大規模な避難民救出作戦を観光。この作戦により15万人余りの難民が 同地から脱出した。5月に入り、国際社会が遅まきながら難民保護のための停戦要求を強めるも、すでに勝利を目前にしていた政府軍は攻撃を続行。最終的には5月半ばには沿岸部の制圧が完了。17日には LTTE 広報委員長セルバラサが戦闘放棄を発表した。翌18日には LTTE 創設者で最高指導者であったベルピライ・プラバカラン議長の遺体も発見されている。ラージャパクサ大統領は19日、国会で26年にわたった内戦の終結を宣言した。内戦により28万人のタミル人が国内避難民となっており、終結後は最低重が進んでいる。内戦終結の翌2010年には戦場となった。 北部州で22.9%という高い GDP 成長率が記録されており、また、スリランカ全体でも6から8%台の経済成長が続くなど、復興が進んでいる。2014年現在までテロは再発しておらず、2013年には95%の地域で地雷の撤去が完了している。2013年9月には、 かつて LTTE の画像であった北部州における選挙が実施され懸念されていた大きな混乱もなく完了するなど治安状況も改善傾向にある一方で口述する人権問題については国連などの場において議論が継続されている2010年6月国際連合の半期分事務総長は専門家パネルを任命しスリランカ内戦に関する 報告書の作成を命じた。2011年4月25日、丸月ダルスマンを議長とする専門会委員会は、報告書を提出した。戦闘の激化により避難する人々報告書は、第4次、イーラム戦争の最後の5ヶ月間だけで、民間人死者は4万人に達し、スリランカ政府軍、LTTE 双方に違反があったとするものであった。また、 スリランカ政府が組織した過去の教訓、和解委員会にも深刻な問題があり、内戦に関する十分な説明責任を果たしていないと指摘した。これと前後して、イギリスのテレビ局チャンネル4は、スリランカのゴタバやラージャパクサ国防次官が、LTTE 幹部の捕虜を認めず、殺害するように命じたと報じ、続いて、スリランカ政府を批判するドキュメントを放映した。 国連人権理事会でフィリップ・アルストンはチャンネル4の捕虜殺害映像は申請のものと報告した。海外で抗議デモを行うタミル系移民交した批判に対しスリランカ政府は国連専門家レポートの勧告をすべて拒否した。ラージャパクサ大統領は自国による民間人犠牲者はなくジャガスジャヤスリア中条は違反や戦争犯罪の指摘は 事実無根と主張した。8月1日、スリランカ国防省は反論となる報告書を発表した。LTTE は、世界一非道なテロ組織であり、いかに人々を苦しめたか、一方政府がいかに人道的に行動し、民主主義の回復に貢献したかを主張した。また、チャンネル4の報道に対しては、同局の映像は別荘と主張し、また LTTE を、 資金援助、密輸などの形で支援し、現在もタミルイスラム国家の樹立を拡作している海外、タミル人ネットワークに触れていないのはおかしいと反論した。一方、LLRC はスリランカ各地で公聴会を開き、各関係者の証言をまとめた。2011年11月20日にラージャパクサ大統領に提出された報告書では、 民間人殺害や投稿者への違法行為の証言があったとして徹底調査と問題が明らかになった場合の訴追、処罰を求めた。スリランカ政府は内戦中の犯罪が立証される場合は被疑者を国内司法制度の下で裁くと表明した。また、スリランカ政府は LTTE 殲滅をテロリスト殲滅のモデルケースとして国際社会に売り込みを行っている。 2011年5月31日から6月2日に首都コロンボでテロリズム対策セミナー、スリランカの経験を開催し、日本を含む54カ国を招待した。この他、スリランカ政府によると、海外には LTTE 残党が未だ存在するとしている。2011年にはインドのタミルナード州にある LTTE 残党のキャンプで訓練を受けた。 150名のテロリストが国の不安定化のため潜入したとしている。2013年2月26日、ヒューマンライツウォッチが発表した報告書によると、スリランカ政府、軍、警察などによるタミル系住民迫害は依然として続いている。同報告書によると、レープ、性的虐待、拷問などの75件の告発が報告されている。 多くの例に共通して、無礼状で拉致、誘拐し、LTTE メンバーや支持者であることを自白させる、ために強姦、拷問などを行った。これは、被害者の男女を問わない。ヒューマンライツ・ウォッチは、こうした、報告例を、戦争犯罪と指摘しているが、スリランカ政府は、すべて、鉄道 LTTE 支持派のプロパガンダと主張している。また、セーラムニュースによると、 スリランカ軍兵士は強姦殺害した女性や子供の写真を戦利品代わりに撮影していた。ありがとうございます。